さあ始まりました将棋バーチャンネルということで、今回見ていくのが第44回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦、いよいよ準決勝となります。さあ対戦するのはこちら永瀬拓矢九段、そして藤井聡太 JT 杯覇者と、まあ、前年度優勝者ですね。さあ振り駒の結果、先手が永瀬九段、そして後手が藤井聡太 JT 杯覇者ということで、早速見ていきましょう。さあ初手は2六歩、8四歩といつも通りの出だしですね。この JT 杯というのは早指し棋戦、持ち時間が各10分というね、まあ短いですよね。で、それを使い切ると1手30秒っていうね、中なんですけども、考慮時間、1分の考慮時間が5回用意されているということですが、比較的もう早く決着がつきまして、そしてこちらはファンの皆さんもね、観戦することができる。まあ、会場で観戦しながら見ることができるというね、まあ、非常にファンサービスに富んだ対局、まあ、棋戦となっていますね。さあ、そうしている前に局面が先手がどうやら角換わりを誘導してくると、それに対して後手ももちろんね、藤井聡太 JT 杯覇者は受けていくということなので、まあこれは戦型が角換わりになると、まあこの二人、王座戦からさほど時間も経ってはいないんですけども、やはり強い人は、棋戦のね、上位に残ってくるので、対局することがね、多くなる。まあ、ただしね、藤井聡太は八冠なので、まあ、挑戦者にならないと対局する機会というのはないんですが、こういった早指し棋戦に関しては、ね、藤井聡太八冠といえども、まあ、シードはあるんですよね。まあ、戦って勝ち上がっていかないといけないので、まあ、こういった早指し棋戦での対局数というのは、比較的見れるようになるかと思います。さあ、1六歩に対して1四歩と、まあ、端歩を突き合って3八銀ですね。まあ、このあたりはよくある進行になってくるかと思います。3三銀に対して3六歩、そして6二銀と、さあ7八金と、まあ、陣形を整えつつ、まあ、後手も6四歩としていきましたね。まあ、6八玉として7四歩。そして3七桂と、まあ、桂馬をね、早めに動いていって、後手も4二玉と、まあ、対する4六歩として、まあ、4五桂と跳ねた際の土台になる。まあ、そして斜めのラインをね、まあ、防ぎつつと。さあ、6三銀に対して、ここで9六歩とね、一度端を脱身していきましたね。この端歩に対して、後手は手抜いて、7三桂と、まあ、こちらも桂馬を先に跳ねていきます。さあ、こうなってきた時に先手がまだ駒組みをするのかなと思ったんですが、なんとここで3五歩と、まあ、早速ね、永瀬九段仕掛けていきました。さあ、3五歩、先手が動いてきたんですけども、対する後手の藤井聡太 JT 杯覇者も7五歩と、まあ、返す刀で攻め合いにしましょうということですね。まあ、早指しなので、まあ、このあたりの事前の研究、そして時間がすぐなくなっていく中での読みのスピード、正確性、まあ、そういったところもね、踏まえて、まあ、後手もこれで戦っていけるぞということでしょうか。同歩と、まあ、応じるわけですが、ここで6五桂とね、まあ、跳ねていき、6六銀に8六歩と、まあ、この銀がいなくなったので、飛車先の歩の交換ができるという理屈です。同歩に同飛車と、8七歩と追い返すんですけれども、まあ、ここで一度飛車を8三飛と、まあ、戻っていきましたね。まあ、飛車の引き場所に関してなんですが、まあ、これ一番下まで引くと、やはりね、桂馬がいつでも食いちぎられる。まあ、どのタイミングで3四歩を入れてからとか、まあ、いろいろありますけども、わかりやすくね、桂馬を取って7三桂の筋がいつでもあるということと、まあよくあるね、8二だといつでも7三角のね、筋がちょっと気になったりするので、本譜のように8三と、まあここに引くのが一番隙のない形ということになりますね。さあ後手が一度桂馬を跳ねて飛車先の歩を切ると、
まあ、先制の、まあ、ジャブに対して、まあ、3号譜のジャブに対して、後手がね、見事にね、激しく打ち返したわけなんですが、負けじと先手も攻めていくということで、早速見ていきましょう。さあ、本譜はここです。やはり3四歩と、まあ、取り込んでいき、同銀と、銀をずらしたので、先手も2四歩、同歩、同飛車と、まあ、こちらも飛車先の歩を切っていきます。さあ、これが銀取りと桂取りになっていますので、これは2三銀と引くことによって、両方受けてますよね。そして2九飛車に2四歩と、まあ、銀冠にして上部をね、がっちり歩で受けていくということです。さあ、先手から3号についていったので、桂馬の頭が3六歩と打たれると、傷になってしまいますので、本譜は4七銀と、まあ、銀を上がって受けていったわけなんですけれども、この手を見て、藤井聡太 JT 杯覇者が動いていきます。その手というのがこちら、8八歩ですね。まあやはりね、まあここで激しく行くと、まあ後手番なんですけれども、先手がここの9六歩と一手ついていますので、まあ、端をね、生かす展開にしなければ、この手が干渉、まあ、ぬるいでしょと、言ってパスにしてしまうというような、まあ、差し回しを、まあ、見せてくれてますよね。さあ、8八歩に関しては、同金と取るんですが、ここで8六歩、同歩、同飛車と、まあ、またね、飛車を走っていき、8七歩と、もちろん受けていくんですが、ここでスパークをかけていくんですね。その手が6六飛車と、まあ、いきなりズバッとね、まあ、飛車を切り飛ばしていく。いやー、これはね、もう早指し棋戦ならではですよね。さあ、もちろん同歩と取るんですが、さらに5七桂成と、さあ、桂馬を成り捨てていき、同玉に、ここで7九角と、まあ、王手金取りですね。まあ、ここで8八歩、と打った意味がもちろん出てくるんですけれども、まあ、激しい順を選んでいくと。これは先手の下段飛車がね、まあ、4八金が入っていないので、まあ、成立している攻め筋と、まあ、4八金さえ入っていれば5七地点も守れていたのでね、まあ、この先手陣の一瞬の隙をついて、まあ、後手番ながらもこのね端歩の一手を緩手にするように手番を握ってで、まあ、駒損ながらも攻めていって、まあ、こういう風にね、まあ、攻めが繋がればというような構成を仕掛けていきます。さあ、そしてね、まあ、この局面で、対局会場では、封じ手、そして、まあ、これね、プレゼントチャンスといいますか、まあ、4択を当てるというような企画イベントもやってましたね。まあ、この局面、大手金取りなんですけれども、まあ、王様を逃げるか、合駒をするか、大手なのでね。まあ、大きく分けてこの2種類。で、逃げる場所は、まあ、4通りだし、合駒も3種類ということになってますが、本譜はここで、6八飛車と打って、まあ、金をね、守りつつ、王様の大手を合駒をしていきましたね。まあ、変えてここで4八玉のような手もね、まあ、その4択の、中にはありました。まあ非常に悩ましいところですけども、本譜は6八飛車と合駒をしたわけですけれども、これに対してさらに3六歩と攻めかかっていきます。さあ、桂頭を狙われているわけですけれども、この手に対して同銀とね、まあ面倒を見る手順を選んできました。ただし、銀が右にずれてしまったので、ここで5六銀打ちとね、さらに上からね、被せて攻めを継続させていきます。これはもう同玉と、まあ、取るしかないんですけど、6八角成と、まあ、合駒のね、飛車をもぎ取ることに成功はしました。次に5七飛車と打ってしまえばゲームセットになるので、本譜は4八金とね、まあ、金を上げて、まあ、下段飛車を通しながら5七地点を受けていったんですけれども、ここでさらに攻めをつなげる5九飛車とね、まあ、王手飛車取り、まあ、飛車はね、
取って取られるわけなんですけれども、王手飛車取りと、あえてすることによって、同飛車、同馬とした局面が、この金取りに当たりますよと、まあ、手順に攻めをね、つなげていくぞと、まあ少ない馬と飛車だけの攻めなんですけども、まあうまくね、技術を使って攻めをつなげていく、手番を握っていくということですね。さあ、この金取りをどうやって受けるのかということですが、本譜は5七銀と、まあ、受けていったわけですが、これについてはもちろんね、もう思い切って4八馬と、まあ、切ってしまいます。金をもぎ取り、同銀に5八飛車と打てば、王手銀金取りというところで、攻めながら、まあね、少し駒損はするんですけれども、攻めの継続を図っていくと。さあ、本譜は、この王手に対して、4七玉と、まあ、王様をね、まあ、引きながら、銀に紐をつけていくんですが、まあ、かつ飛車取りなので、8八飛車成と、まあ、逃げながら金を取っていくということですね。まあ、後手の攻めも、ここで、一つ落ち着いたようには見えるんですけれども、まあ、この局面で先手陣としても何を指すのかというのがね、非常に難しいので、まあ、ここで戦っていけるぞと、いうような、まあ、後手のね、まあ、電光石火の攻めでしたね。次に攻めとしては、5六金打ちとか、あるいは5八金とね、張り付いていって進めていくようなね、まあ、5六金は同玉に4八竜と潜る狙いだし、5八金はね、この銀を取りながら攻めていくという分かりやすい攻めが残っています。さあ、ここでね、攻め合うにしても、実は後手陣がね、意外とまだまだ金銀4枚ありますので、まあこれをどうやってするのかと、非常に手が広い局面ではあります。さあ、ここで指した手というのが、こちらの6七角という手でしたね。これは、先ほど説明した後手からの攻め筋の5六金や5八金を防いで、まあそして桂馬にも紐ついてます。で、場合によってはね、もうここ、攻めの方で食いちぎっていけるような手ですね。まあ具体的に言うと、7八角などとかで、まあ受けながら攻めも見せるような手とかもね、まあ潜在的に残ってるし、場合によっては3三歩と叩いて、同桂に3四歩のようなね、まあそういった角のラインのところも攻め筋もあるので、まあこの角、まあ受けながらも攻めをね、見据えている、まあ3三歩がね、やはり、普通にこの弱点、この形はね、狙いたいところにもなってますので、まあそういった、ただでは崩れないようにしつつ、攻防に効かせる角を放っていくと。ただし、このね、5六金や5八金、防がれたのならば、本譜はこちらから、と言わんばかりに、2六金とね、ここから張り付いていきました。まあこの手もやはり3六をね、取ってしまって、同玉と釣り上げれば4八竜が実現してしまう形になって、非常に先手玉がね、危うい格好になってきました。さあ、こうなってしまうと、もはや受けに活路は見出せないと見たのか、本譜4五桂とね、まあ、跳ねて勝負に出ていきます。ただし、この手自体は後手玉、まだまだ大丈夫と言わんばかりに、本譜は3六金と銀を剥がしていき、同玉にさらに3五銀打ちとね、追撃をしていきます。まあ、この銀一見ただに見えるんですが、もちろん取ってしまうと腹金、右五金と打った手で実は詰んでしまうので、この3五銀は取ることができないんですね。なので本譜は4七銀と、まあ、逃げていくんですが、さらに4六銀とね、まあこの銀を押し売りしていきます。いやー、この銀もね、やはり取れないんですよね。まあ取ってしまうと実は即詰みと、まあ、4八竜から詰まされてしまうので、まあなんか合駒をしたとしても、一見竜と言われる形なので、まあ3七銀ぐらいから、まあいろんな詰み方はあると思うんですけども、3七銀や、まあ、5五に捨ててもね、まあ、どっち、いろんな詰まし方ありますが、わかりやすくね、まあ、一見竜の形で詰みというところをね、先ほども言った通り、右側に行くと腹金、かといって横に寄ったら歩でね、叩かれてしまいますので、3五歩と打ってしまえば、取れば腹金だし、逃げても竜や頭金で詰みというね、まあ、非常に厳しい形になりますよね。
まあ、なので、この一間竜の形、本譜戻りまして、4六銀と、まあ、さらにね、捨ててくる手に対しては3六と、まあ、ギリギリでかわしていこうとしたんですが、ここでとどめに3五金とね、上からかぶされる手を見ると、これ以上、先手、指す手が難しいということで、ここで永瀬九段の投了となりましたね。いや、非常にあっという間の藤井聡太 JT 杯覇者の高速のね、もう本当に電光石火の攻めでしたね。一度食らいついてからは一気に寄せ切ってしまう非常に恐ろしい攻撃力を見させてもらったなというところでした。さあ、投了追加簡単に見ていきましょう。まあ、王手なので、まあ、2七に逃げるぐらいですけど、ここでじっと4八竜と取っておけば、この3五金が、まあ、守りにも効いているので、先手からの王手っていうのは本来であれば、桂馬を成り捨てて、同玉にもう一度、4五桂とね、本当は王手していきたかったわけなんですよね。で、逃げてくれれば、まあ、詰まないなりでも、まあ、飛車角あるので、まあ、いろいろ8二とか、まあ、いろいろ王手を続けていく、というのが本来はプランではあるんですけど、ここで取られてしまうのが3五金の効果なので、ね、これは取ることできるんですけども、取り返したところで、この先手玉がね、詰まされてしまうと、まあ、3七竜が一番わかりやすい詰み形ですかね。ということになるので、まあ、銀打ってというような格好で詰みと。なので、このね、3号金打ちを見て攻防ともに見込みなしということで投了やむなしというところでした。いやあ、あっという間のね、まあ、電光石火の攻め筋ではありましたけれども、いやー、本当にあっという間に寄せてしまいました。藤井聡太 JT 杯覇者、早指し棋戦も隙がないですね。ということで、まあ、この対局はね、次いよいよ決勝ということになるので、まあ、2連覇できるのかどうかという、この決勝もね、このチャンネルでは追いかけていきたいと思いますので、よろしければぜひともチャンネル登録、高評価していただければ励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。